マルコと銀河流。まだ6歳ですって。すごいわね。恩田マルコがピアノを始めたのは3歳の時。早くからその才能を認められて、6歳にして海外公演に参加。各国のオーケストラと共演、参加した。その音色にはしなやかな感性が宿っている。傷はつけるな。ガキは高く売れる。マルコ、おかち、うるせえな。言われてんのはガキだけだ。大人はいらねえ。おかこういうところは仕掛けは何？気をつけないとっすね。ダメなんすか？ああ、練習した通りにね。マジっすか。じゃあ頼んだよ。了解っす。リズム感あってよかった。その石に近づくな。貴様、ここで何をしている？自分拾ったものを売る仕事してまして。情報もなしにここへ来れるわけがない。たまたま通りかかったんすよね。たまたま。名前は？いや、企業秘密っす。怪しいな。来い、取り調べる。仲良くしましょうよ。同じ場所で出会った者同士さ。連れて行け。いや、これも何かの縁だし、ちょっと近い近い近い。なんだこら、視界が。隊長、
トカゲ石が逃げるが勝ちってね。おラッキー、逃がすか、足早してなるものか。おーい、マルコ。あっちゃん遅いっすよ。お腹すいた。のんきかい。バッチリっす。おぉ、いい値がつきそうだね。つか、結構命がけだったんすけど、この玉何なんすか。知らん。だが、しばらくの食費になる。それ大事。いくらになるかな。なんと96銀河ドル。これだけ揃って足18本分なんです。おっとくー。オクトパス通販、足18、足18までお電話ください。おっとくー、おっとくー、おっとくおひてめえ、バルカ。やべえ、バレた。どこに行きやがった。惑星ギャルで待ってろっつったろ。おめえの姿もなければトカゲ石もねえぞ。どこにいる。ああ、こいつなんすけど、くっそ怪しいっすよ。怪しいってなんだ。てめえは俺様のファミリーだろ。ファミリー、ファミリー。だったらボスである俺様のところに持ってこい。ドスゴロ、あっちゃん腹減ったって。うるせえ。いいか、奴隷市場で売られてたてめえを俺様が買ってやったんだ。なのにてめえ言うこと聞かねえで。しかもなんで俺様の許可なくオークションに出してんだよ。ドスゴロさ、宝にはいい宝と悪い宝があるじゃんさ。これ多分だけど、おとなしく持って帰るとあんた死んじまうよ。え、どういうことだ。先着がいた。先着だ、知らねえよ。てめえが先に取ったんだろ。持って帰。まあまあ、必ずいい金になって返すんで待っててくだせえよ。てめえ、銀河中の金持ちを争わせる気か。あとそうだ、自分ちょっと休暇が欲しいなって。てめえに休みはねえ。銀河一の盗っ人集団に休みはねえんだよ。バイビー。なあ、て、あの野郎、甘やかしたらすぐこれだ。ボス、あいつに甘いんじゃないっすか。ごたごたうるせえ。裏切り者は俺の手で殺す。この手で必ずな。ドスゴロ怒ってる。だから薬やめろっつってんのに、現役退いて太ってから全然やめねえな。ドスゴロ薬大好き。この石ドスんとこに持って帰ったら、あいつバカだから追っ手にむちゃくちゃにされるって。だから代わりに売ってさ。金持ち。そう、それ金持ち。イエーイ、いっぱい食べれる。しかも宝の地図。ちょっと見てみてえじゃん。いや特にねえよ、個人的な感情はさ。ただどんなやつから私が生まれたか
見ておきたいじゃんさ。それだけ。もし見つけたらマルコ母親と暮らすか？なわけねえっしょ。つまんなそうだし、ほらこのちっこい私もつまんなそうな顔してる。だいたいさ、母親なんてそんな大切にしなきゃいかんもんかね。こんな広い銀河にはいろんな価値観があるっつうのにさ、母親食う昆虫だっていんのにさ、自分はそろそろ自由になりてえなって。それにマルコのおかん、うん、もう顔も忘れちまった。向こうも覚えてないだろうな。でもさ、死ぬ前に一回は見たい宝物じゃんさ。いくらになるかな？おかんは売れねえよ、この石。あ、そいつを売ってさ、大金にしようぜ、あっちゃん。ガオー。さて、いくらになるかな？我々が星を滅ぼすのは全てを支配するためだ。我々こそが銀河を滑る一族だからだ。貴様、我が星を滅ぼした罪思い知れ。惑星ガルの生き残りです。同盟を結んでおきながら最後の一匹です。お前たちは家族を殺した。我々の家族を、星を、民を殺した。言いたいことはそれだけか？答えろ。石はどこだ？必ず殺してやる。心が残っているようだな。選べ。ここで死ぬか、我々に下るか。お前は必ず報いを受ける。愚かな。この銀河は全て黒き鉄へと回帰する。そこに貴様の感情は不要。父上。ハクアク。私はナブルということを学校では教わらなかった。ほう。試してみたい。これはまだ生きがいい。いいだろう。殺したら日記をつけておくよ。宿題？そうだ。あまり好きじゃない。引きこもっていてはいけない。お前はいずれ銀河の支配者になるのだから、学校には行きなさい。そして惑星の一つや二つを征服してきなさい。学校の宿題はそれを提出しよう。返事は？わかりました、父上。だろう？わかりました、父上。離せ！どこへ連れて行く気だ？同情はしない。あなたが弱いから滅んだ。大きな星は小さな星をいじめる。どうすればいじめがなくなるかなんて考えるだけ無駄。先生がいくら注意してもいじめはなくならない。あなたの星はいじめられて消えた。それだけ。あなたが弱いから星は消えた。それだけ。冒険さえあれば貴様らなど。オタクはいい、早く歩いて。グズは嫌い。なんだここは。ゴミ箱って知ってる？いらないものを捨てるところ。星を滅ぼすと必ず出てくるから。もし価値のある生命体がいれば、四肢、臓器、脳、脊髄、それらを売り払ってお金にする。不要になると捨てる。食事の時のゴミと同じ。そしてこのゴミ箱は満席になると自動的に銀河へと切り離される。今日は特にたくさんのゴミが出た。おとなしく下ればもっと少なくて済んだ。ねえ、あなたは私の父を殺したい？今すぐにでも殺してやる。貴様もだ。そう。じゃあ約束して。
必ず父を殺すと。青いジャケットの行く先が分かったぞ。どこ？発信機をつけてあるです。船の軌道を追うに地球だ。地球、銀河にある青い星、図鑑でしか見たことない。その昔乱獲があった星だ。乱獲、いじめ、じゃあもうとっくに灰惑星。いや、まだ滅んでいないの？滅ばなかった。人類と呼ばれる生き物が生きている。文明レベルは低いが、一部の人類が外敵に対抗している。地球、懐かしい。知っているのか？うん。でも私はあの星から流れてくる音色が好きだった。銀河ラジオから流れてくるあの音色、もう昔の話だけれど、まだ残ってるだろうか。地球、青い青いその顔を見るに、まだ売れてもいない。いじめられないといいね。マルコと銀河流。惑星ガルが灰惑星になりました。天然記念惑星であるこの星が滅んだことに、私たち天の川銀河では不安が広がっています。灰惑星では早速墓荒らしが始まっています。一番乗りのワンさんにインタビューです。この星は何もありませんでした。砂とガスだけですわ。皆さん墓荒らしを諦めゾロゾロと帰還しています。ジェシカ、僕のいとこが先週車上荒らしで捕まったよ。まあ大変。地球って知ってるかい？どんなところかしら、行ってみたいわ。炭素系生物がたくさん住んでいるようだね。中でも人類というものが知識を持って覇権を握っているようだ。彼らは毎日バナナを食べ、そう、スリート猫を崇拝している。にゃー。まあ、行ってみたいわ。お問い合わせは銀河観光省へ。 See you next Sunday。 ブヒ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 。ブし作るか。いもいも、じゃがいも、玉ねぎ、牛乳、全部炒めてグラタン、グラタン。あ、わっちゃん、飯ねえわ。つか全部食ったべ。乾パンも全部空だわ。どっか寄って飯探すか。それとも非常食。ブヒ。どんぐらいで着きそう？ブヒブヒ。ほう、意外と早い。一日くらいは食わずに行けるか。最悪おみゃーを食う。ブヒブヒ。
マルコ、右手に見えてきたよ。ほら、あれが。おー、すげー青ーい。地球、太陽系の中の一つ、奇跡的にできちゃった星のうちの一つ。ちょうどいいバランスで増えた生命体がいて、名前は地球人。それがあの星を支配している。早い、地球早い。早い早い。大気が生きている。海も青いね。ここが地球か。これは何だろう。巨人の門かな。これいくらくらいするんすかね。早い、地球早い。早い早い。朝と夕方と夜、3つの時間帯がこの星の特徴だね。高い。やば、迷った。ここどこだ。どこに行くんだっけ。宝の地図には金という字と紐という字があって、どこだろうね。あち、喉乾いた。どこだい、ここは。金の字も紐の字もない。ヒントが欲しい、ヒントが。桃。こりゃ完全に迷ったね。早い、地球早い早い。人に引っ張ってもらってるとすげえ速く感じる。あれ、なんかすごい建物ある。あれすごい、マルコすごい。あれ何。わかんねえ。でもなんだか歴史があるんすな、この星。なんか文字の形だんだん似てきた。すいません、この文字わかります。あった、ここだ。あー、やべえ、なんとか命あるうちに着いた。疲れた。さて、まずは飯。その通り。はあ、はあ、新しい惑星に着いたらまず飯っしょ。パタ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 。頼もう、頼もう。ブヒ、いらっしゃいませ。あ、うちペット OK です。メニューメニュー、メニューメニュー。ブヒ、あの、ここは何がうまいすか。はい、うちはもちろんおそばです。普段もこっそりやってるよ。スパゲッティ食いたい。おすすめあります。ね、カレーかな。蕎麦屋なのに。蕎麦屋のカレーってすっごい美味しいんだよ。じゃあそいつをください。はい、大将、カレー入ります。はいよ。うん、もぐ、どうでした、どうでした、どうでした。こいつは55点。え、なんで、美味しかったでしょ。カレーは大体何でも美味しいっすからね。でもマルコの55点は高い。そういうのいいですよ。大将、悔しくないんですか。悔しいよ。そんな猫背で言わないでくださいよ。私を満足させる飯があんのなら大したもんすわ。あー、惑星ペペミケのそばはうまかったな。どこですか、そこ。連れてってくださいよ。隣町にあるんですか、それとも京都。ふざけた名前だな。店長、私、そばの修行に行ってきます。お客様、
名前は何ですか？マルコ。アルコ。ブヒ。まっちゃん、あっちゃん、ブヒ、私のそばをくらってください。今から作ります。お、いいっすよ。まだ食える。ブヒ。学校はどうすんだい？やめます。ようやく店を継いでくれる決心ができたか。ちょっと泣かないでくれませんか。いい大人が、飯がまずくなるんすよ。そうですよ、猫背で泣かないでください。店長、最近の女の子は怖いね。この世界は戦争でいろんなとこがなくなっちゃったけど、やっぱり料理の方が大事だと思うんです。学業より料理の方が生き残れると思うんです。私は正しい。偉い。ブヒ。チョウザメの一本釣り大会で3位入賞の経歴があります。よく言った。そばくれ。そばくれ。ブヒ。学校になんか行かない。行かない、行かない。ブヒ。欲しい。でおめえは何なんだよ。銀河ミシュランの調査員。なわけねえだろ。食い方汚ねえし、箸クロスしてるし、ペット連れてるしよ。どこ中出身だ。やばい、答えちゃダメ、見バレしちゃうよ。中学は出ていない。あ、え、なんなら小一で終えた。飛び級か。天才か。うひ。それにこいつはペットじゃない、非常食っすよ。飯屋入るじゃないっすか。で、その飯屋がまずかったら、もう非常食食うしかないんすよ。あ？どういうことだ？私たちで言う、フレンチ行ったらまずすぎてポテチの方が美味しいな、みたいな感じ？メンタル大丈夫か？つか、豚か猫か犬か猫かもわかんねえやつ。猫2匹出てる！てめえは学校行くんだよ！あと、竜。あ？竜？ドラゴン。ドラゴン？何かかっぱらってほしいもんがあったら連絡ください。自分そういう仕事なんで。泥棒さん？チッチッチ、トレジャーハン。すごい泥棒さんってこと？ほら行くぞ、てめえは学校来んだよ。うはー、やめてー。まっちゃん、これ別れのクーポン券、次来たら安くなるから。ほら来い。痛い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 、骨折れた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 。桜子ちゃん、よろしくね。てめえが行かせろよ、保護者なんだったらよ。はっ。うん、おいしい。続いてのニュースです。ゴールドコード市長の会見です。このゴールドコードを住みよい街にするために、私たちは日夜頑張っているのであります。住みよいというのは、こんなにたくさんの人に囲まれていても安心してアイスクリームが食べられる街、そういう街です。これはゴールドコードご自慢のヌッペラさんちのアイスクリームで。早く食わんと溶けちまう。市長、どういうことですか？今回の政策についてどうお考えですか？市長、お答えください。なんか偉そうな子供っすな。大将、ごっそさん。またよろしく。さて、宝探しの続きをしますか。今日から連絡あった。オークションに出しといた甲斐があったもんっすな。
ブヒ。いや、なんか今、妙な感じがして、何もすられてないよな。よし、大丈夫。パタ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 、座標、来た。どこだって？野球場。広ーい。ブヒー。ここで待てば。コレクション嬢がやってくる。嬢、金持ち。もういるって連絡来た。嬢、おーい。嬢。座標は3022-7228。おい、マルコーン。いたー、嬢。やんや、お待たせ。いつもありがとうね。コレクション嬢だ。うわーい。いかにも、我が輩はネズミである以前にコレクション嬢。マルコイズベストオブトレジャーハンター。イエーイ。昔はガラクタばかり出品してた子が、実に感慨深いね。ついにやったんすよ、自分。これは驚いた。本物じゃないか。銀河に一つしかない。値段は10億でどうだい。え、マジ安いくらいだ。やりー、わーい。これで一生遊んで暮らせる。人生上がりだ。お腹いっぱい食べる。何しよう、レストラン買おっか。いつでも肉まん食える店がいい。支払いは口座？キャッシュ？キャッシュで。オッケー、君たちの船に積み込んでおこう。大変だったんすよ、これ。途中変な奴らに狙われたりして。変な奴ら？なんだっけ、緑の骸骨みたいな奴と、あと一つ目の連中と、あとはアスタルトがどうとかって。アスタルト。すまないが、この話はなしだ。え？やつに目をつけられたくない。にゃー、やつって。あ、ちょっと。マルコと銀河流。腹減った。マルコ、腹減った。腹減りマックス。会議しよう、会議。はい、現在地は地球、ゴールドコードという町なり。この石、危ないから捨てた方がいいんじゃないかと思う人。うん。売った方がいいと思う人。ブヒ。はーい。美味しく調理した方がいいと思う人。ブヒ。はーい。捨てた方がいいと思う人。ふーん。オッケー。わかった。とりあえず金にするか飯にするとこまでは付き合う感じで。めげずに出品。げ、赤番されてる。手詰まりだ。ああ、腹減りと眠気が同時に来た時はいつも悲しい気持ちになるな。昔はさ、練習がきつくてさ、その度に腹減ってたんだけど、練習終わるとコロッケ食って帰ってさ、そいつだけが楽しみだったんすわ。コロッケ、うまいぞ。こんな風にまっすぐ続いた道でさ、こんな風に、うん、それ、運指が違うから次もミスる。ほら、ミスった。あ、あっちゃん。ま、この道を覚えてる？レッスンで嫌な気持ちで褒めてもらえない人かもさ、おかんは曲のこととかわかんなくても、うまいコロッケ買ってくれて、50円くらいでめっちゃ安いっすけど、めっちゃうまいんすよ。いやー、あれ食いてー。おかんは？おかんとかどうでもよくて、
コロッケ食いてーすわ。だって頭もげてるし顔わかんねえし。でもコロッケはさ、顔わかんじゃん。うん、コロッケわかる。ブヒ、非常食悪い。今すぐコロッケになってくれ。ブヒ、グヘヘヘヘヘ。コロッケ、コロッケ。ブヒブヒ。ヘヘヘヘヘ。ここで揚げ物になるんだよ、非常食。ブヒブヒ。小麦粉ないって。ブヒ。油もないって。ブヒブヒ。ん、なんて。これだ。もぐ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 、うま、間違いない、こいつだ、この味だ、うま。ブヒ、非常食も食う。ブヒ。食った食った、いい店したな。また利用する。それはいかんな。きっと捕まる。しょうがね、見るだけにしとこう。うまそう。ブヒ。仕方ないわね、一個あげるわ。へ、試食みたいなものだから、もし気に入ったらね。わーい、まざっす。ただラッキー。 うまー。はん、はん、ごっ、うめー、うめー。ブヒー、いいおばさんだったな。マルコ、もう一口食べる。よし、じゃあこの半分を 33% に分割して。できるかな、できるかな。お、どうした、腹減ったんか。うん、やる。え、おみゃにやる。いいの。うん、ひもじいと悲しくなるしな。ありがとうお姉ちゃん。きっとうめえよ、どんな飯よりもさ。もったいない。あっちゃん、しゃーない、あの子はまだガキンチョだし。さーて、探すか。そもそもそのために来たんだ、この星に。あたしだけの宝見つけてみせる、たとえ頭がなくてもさ。あれ、どうした。ない、ない、宝の地図がない。食べた。食べねえっすよ。うわー、やられたか。いや、でもあんなの欲しがるやつなんていないし。石は？うわ、あると。写真は？マルコがポケットに入れるとこまで見た。ブヒ。そうっすよな、ジャケットのポケットに。ブホ、やっす。マルコと銀河流。はあ、悲しい。もうあの子おらんかな。学校行ったかな。は、いたいたー、まっちゃーん。おー、今一番会いたかった。私も学校の授業終わらせてきたー。あと、はい、これ忘れ物、まっちゃんの写真でしょ。うわー、よかった、よかった。そんなに喜ぶなんて、すごく大切なものなんだね。こいつは宝の地図でね。あ、それで住所書いてあるの。ほら、写真のとこにさ。知ってんすか、この写真屋さん近所にあるから。古くて有名なの。え、ちょっと待った、連れてってもらえません。こっちこっち。パタ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 。ずいぶんと高いところにあるんすな。あら、これをうちで。
うん、ほら、住所住所。確かにうちはたくさん取ってきたけど、覚えてないわ、ごめんなさい。そっすか。でもおばさん、予備みたいなのって残ってないんですか？この子、遠くから来たって。ほら、ポケットにエジプトの砂入ってるし、このレシートなんかフランスのだし。だからもうちょっと探してあげてくださいよ。ごめんなさい、さすがに古すぎて。いつくらい前？すんません、あんまわかんなくて。それじゃあ難しいわよ。お名前は？あ、マルコ。名字とか？すんません。お父さん、ちょっとお父さん、知ってる？ねえお父さんってば、起きて。ほら、ほんとすんません、お邪魔しました。まっちゃん、いいっていいって、覚えてねえのがいけねえんすから。それに生きてるか死んでるかもわかんねえっすし、知らない方がいいこともあるだろうし。マルコ、マルコね。あ、そうだわ、ちょっと待ってて。確かほら、この子も同じ名前だったと思う。昔からピアノが上手かった子でね、有名だったんだけど。ああ、あったわあったわ。ほらほら、そっくりじゃない？ああ、これ私か。私こんな顔してたんか。おかえりマルコ、どうだった？ブヒ、収穫あったか？うん、収穫あった。サンキューな、ルリちゃん。どういたしまして。よかった。ん？つまらんかったのかと思ってた。ちっせえ頃はビビってて、何にでも怯えてひでえ暮らししてたな。それこそ親も金に困って売ったんだろうなってさ。でももしクソ親だったとしても、こん時はきっと楽しかったんだろうな。楽しかったんすな、自分。よかった。わーい、わーい、めでたい、めでたい。ブヒブヒ。え、なに、なにダンス？私もやる。祝いのダンス。パタ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 。ブヒブヒ。非常食、気をつけないと落ちるよ。ブヒ。それじゃあまたね。うん、そんじゃな。今日も野宿？ただの野宿じゃねえ、収穫のあった野宿さ。きっと見つかる、マルコの宝。あ、そうだ、金があったらさ、この人にもいい服着せて、いい家住んでもらってさ、ちょっとくらい幸せに暮らしてもらおうよ。幸せ？私が笑ってたってことは、少なくともこの人の元では幸せだったってことじゃんさ。だから恩返しっつうかさ。母親ってさ、ほらババアになっちまうじゃん。ババアになったら働くの大変だし、金があったらさ楽じゃん。楽してもらおう。うん、なんだろう、そんな気持ちになる。楽してもらおう。うん、金稼いで少しくらいあげようと思う。もちろん自分の中でのリミットは決めてんすよ。だらだらいてもいけねえし、この星の人と仲良くなってもそれはそれで情が移っていかんし。見たかった宝っつうのはさ、手に入れるだけじゃねえんすよね。手元に残んなくてもいい。ショーケースにベターって手つけてさ、指紋ベターってつくくらい。そんでうわぁ、こんな形してるんだーって、それだけでいいんすよ。例えば沈没船ってあるじゃん、財宝がめっちゃあるやつ。あれって海の底に沈んでるからいいわけでさ、地上に引き上げたら急に普通じゃん。地中に埋まってる金塊だって埋まってるから魅力的なわけで、
どこにあろうが、宝には宝のふさわしい場所があって、何が言いたいかっていうと、宝なんつうのは見れたら私は満足なんすよ。マルコ、ん？腹減った。そうっすな、明日はたらふく食いてえな。これが噂の爆薬か。ええ、青い線と赤い線があると聞きましたが。多いな。調べます。黄色と紫と緑と桃色、白に黒に灰色はもちろん、金と赤のしましま、オレンジと青のドット模様。カラフルだな。死ねってことか。あと3分。間に合うか。調べます。いつか死ぬ仕事だからな、女子高生っつうのはよ。背中痛い。はぁ、はぁ、はぁ、はこのベンチ硬い。腹減った。飯から探すか。ん？なんだあれ。ひぇ、なんか燃えてんな。すげえ。何があったんすかね。あぶねえ。その石、いただく。おい。ち、何者だあんた。個人的な感情はない。その石だけ渡してもらえればいい。なんなんすかこの石。かつて銀河を支配する竜がいた。その竜は特異点から生まれ、エネルギーの結晶へと姿を変えた。石を意のままに扱えるのは竜の血を引く者のみ。そして石を操る者はこの銀河を支配できる。名前をトカゲ石。だったら余計渡せねえすな。めちゃくちゃ金になりそうだし。気だるいことを言わないでほしい。死にたくなければ白夜に染まれ。いじめ、オーバードライブ。あっちゃん、やめといた方がいいっすよ。あたしには竜がついてる。その竜は銀河竜っつって、ブラックホールから生まれたんすか。要は腹ペコなんすわ。あたしが一番うまい時に食っていいよって約束をしててね。だからあたしのこと殺すのはその竜が許さない。この銀河は誰のものでもない。支配など不可能さ。ましてやマルコを殺すって。マルコは僕の獲物だからダメだよ。約束をしてるんだ、僕が食べるってね。僕らの友情の前では何人たりとも無力なのさ。での宝探しは時間制限がある。よかった、あなたたち急いでお家に入りなさい。お家？町の方は危ないから。
地の高台で爆発がありました。怪我人が複数出ている模様です。うまっ、これあそこのコロッケじゃん。最高。おいおい母さん、また拾ってきたのかい。ダメじゃないか、勝手に拾ってきたら。よそ様の家の子かもしれないんだぞ。でもかわいそうでしょ、事件が事件なんだし。何があったんすか。町に爆薬を仕掛けたという知らせがあってな。何でもワニの姿が目撃されてるとか。ワニ。市長。うむ、私は次の選挙も見据えている。堂々と決断力のある市長でありたい。で、どうしたんだい。大変です、爆弾テロです。何。市民の避難は完了しました。しかしまだこの市庁舎周辺にも爆薬が。爆薬の中には赤い線と青い線が。また、私はそんなことも決断せねばならないのか。専門家によると赤を切れば大丈夫だと。市長の決定を待ちます。よし、わかった、赤だ。赤い線を切れ。この俺、テロリストめ。一体どこのドイツだ、このゴールドコードを脅かすやつは。すまん、先行きます。危ないわよ、外は。いえ、ここで迷惑かけるわけにはいかないんで。お世話になりました。お礼にコロッケ置いてきます。これクソうまいんで、おすすめ。あっちゃん、火薬の匂い。シャー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 、マルコ出てこい。その子は関係ないだろ、話せ。約束を守らねえガキを迎えに来る親の務めだろう。どうしてここが。すまないマルコ、これも取引なんだ。思い出したよ、銀河に綺麗も汚いもあるってことをさ。忘れちまうだろ、平和な星にいるとさ、ずっとイージーに暮らしていけんじゃねえかって。でもそいつは違え、お前は知ってるはずだ。そんなうまい話はねえ。この銀河を渡っていくのは、強い者には従っておかねえとな。必ず終わりが来る。おとなしく石を渡せ。お前は俺様のファミリーだ、そうだろ。見ろよ、赤い。お前の体に流れる血と同じ色だ。嫌だろ、同族の血を見るのはよ。ドスゴロ、そりゃねえっしょ。どうする。俺は自分の娘は殺さねえ、誰かの娘は知らねえ。こいつが死ぬか、おめえが石を渡すかの二つに一つ。この星は10年前に一気に人さらいがあった。よくある話さ、未熟な惑星ってのはいつか盗まれる、略奪に遭う。でもよ、俺様はその人さらいからてめえを買ってやったんだ。俺様は命の恩人だろう。なあマルコ、ここがよ、てめえの故郷だ。弱え星っつうのはいつだって綺麗なもんだな。でもおめえは違う、汚くて強い、汚くて強いんだ。シャー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 。どうするよ、故郷が火の海になっちまってもいいのか。だから薬やめろっつってんでしょうが。わかりましたよ、やっぱこの石は悪い宝だな。こんなにも生き物を変えちまう。何ブツブツ言ってやがる。石は渡す、その代わり爆薬は全て外せ。この町ではまだ見つけないといけない宝があるんだ。見つかるわけがねえんだ。
ありもしねえ宝探して血迷ったか、マルコ。あるかどうかは探してみねえとわかんねえっしょ。いいだろう、石が先だ。ほら、シャッシャッシャ、それでいい、それでこそ俺の娘だ。教えたことはちゃんと守るな、お前は。先に行く。てめえも早く帰ってこいよ。あの、大丈夫っすか？ありがとうございました！いや、私のせいで、すまん。いつか声でけえな。あの、私たち、友情が深まった気がするね。面白いこと言いますね。私、ワニに抱っこされたことないからすごい興奮した。未知の体験。やめときな。いつか死んじゃうって。あ、でも、さっき渡したのって、まっちゃんの大事なもの。しょうがねえんすよ。仕方ない。そうっす。くれてやりましょう。シャ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 。こいつがあれば、この銀河は俺様のもの。うわぁ！なんだこれは！いい輝きしてるじゃねえか！揚げ物ですね！食いかけですね。シャ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 。最高じゃねえか！ボス、あいつに騙されたんじゃないっすか？見りゃわかんだよ！の野郎、マルコ、絶対殺す。あん、うん、うん。だこれ、うめえじゃねえか。うまいものはうまい。それだけは、どの星行っても変わらない。ドスゴロも嬉しいだろうな。うん、喜ぶ。二人とも、ご飯できたわよ。マジで？行く行く。あー、おー。あ、ルリちゃんも食う？え、いいの？もちろんよ。お邪魔します。いただきます。いただきます。チンジャオロースだ。中華だ、中華。紫と赤、紫と赤の隣にオレンジだからねーって。やばいぜ、時間がもう。その中間色を切りましょう。3、2、1。ん？止まった。一体誰が。テロリストなら我々が撃退した。この必殺回電波兵器で追いやった。凶暴なワニ星人たちは我々が追い払い、人質を救出することに成功した。わっは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 。大将、このそばトマト合うんじゃねえの。そうかい。でもそれじゃあパスタになっちまうね。今日さ、私がお蕎麦作るからさ、食べていってよ。おい、てめえ、ルーリー、何時だと思ってんだよ。おい。以上、お昼のニュースでした。助けて、まっちゃん。ワニ星人みたいに桜子先輩追い払って。ルリちゃん、はい、クーポン。それ昨日までなの。うん、学校行ってらっしゃい。だろ。裏切り者。あっちゃん、何それ。トマト麺。ずるい。大将あんじゃん、トマト麺。超うまい。ブヒ。Good.